甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの21回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。両チームここまで本当に最高の状態で来ています。非常に面白い対戦となりました。どんな立ち上がりになるのか注目したいと思います。まずはタイガースの先発坂田、甲子園のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、ショート取った。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている高橋、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上坂田、そしてキャッチャーは岡田。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略して いい当たり、ショートの横抜けた、2塁はセーフ。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席にはアルモンテが入っています。さあ得点圏には先制のランナー、まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。打ちました。打球は左中間へ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには4番のビシエドが入っています。ツーストライクです。インサイド落ちました。ショートの右抜けました。左中間へのヒット、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点を先制しました。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスには5番平田。タイガースこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面、相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切っておきたいところ。打ちました。ファールボール。ここは三振を取りたいですよね。そう。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる、タッチアップ、サードランナーサードを切る、サードランナーホームイン、ドラゴンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。この犠牲フライで追加点を奪われています。ここはアウトが増えたと思って切り替えていくのがいいでしょうね。さあこの場面で打席には6番の堂上が入っています。バッターの堂上、今シーズン得点圏での打率は2割飛んで5厘となっています。これは低めストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ドラゴンズ先手を取りました。2対0、ドラゴンズ先制です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターはクロマティ。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は何から入ってくるか。真ん中打ちました。
このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーを1塁に置いています。バッターはイカリ、そして1塁ランナーは俊足のクロマティ。積極的に盗塁を狙ってほしいですね。ああやはりそうですか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。ああそうですね。また牽制、一塁はセーフ。2球目打ちました。タイガースチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。打席には3番バッター山川。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガース、その得点差を詰めていこうかというところ。バッターボックスの山川、今シーズンの得点圏打率は5割1分7厘となって。初球打っていった。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース1点返しました。2対1になりました。なおも3塁1塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。さあそしてバッターボックスには松崎入ります。勝負強いバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。さあチャンスが続きます。攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいですよね。なるほど、そうですね。また初球掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。5番バッター田代。タイガースこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。打った。サード取った。一塁送球、一塁アウト。タイガース同点2対2。試合は振り出しに戻りました。ここは最低限という形ですかね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。はい、その期待のかかるアンソニーバッターボックスです。真ん中打った。あっと追いつく。いいプレーを見せました。これで3アウト。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。1回終わって2対2、タイガース同点に追いつきました。2回になります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。京田が打席に入ります。今シーズンここまでホームランは1本。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。タイガースの先発は坂田。昨シーズンは未勝利に終わっています。前回の登板は5イニング投げて自責点1、勝ちと引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、そうですか。インサイド変化球決まっています。2球目打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の柳が打席に入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。引っ張った。アンソニー、判定はアウト。3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2対2同点です。2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは梅宮。前回のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガース同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たい。この回の2球目打ちました。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ勝ち越しのランナーが一塁です。バッターボックスには岡田、そして塁上には俊足の梅宮。どんどん走っていいと思いますね。本当にそうですよね。
ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。セーフ。さあまず1球目。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。もう1球牽制球、一塁はセーフ。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いやまだ分かりません。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の坂田入っています。ここは自分で決めて勢いをつけたいですね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。変化球打った、ショートの左、抑えた、一塁へ、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席にはクロマティ入っています。まだ序盤ですけども勝負強いバッターに回って、ここは一つの山場でしょうね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。こういうチャンスを逃すと流れが向こうに行ってしまいますから。外のボール打っていった、掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。つなげなかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから。初球から打っていった、大きな打球だ、入りました、ホームラン。怒り、今シーズン第6号の勝ち越しスリーランホームラン。白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。これで一気に3点リードとなりました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。いやもう完璧な一打でしたよね。一気に引き離しにかかったこのイニング、この後の打線に注目です。バッターボックスには3番山川、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打ちました。セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2回終わって5対2、タイガースが勝ち越しに成功しています。里崎さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあそうですね、こっからのピッチングが大引っ張った、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで、内野陣、外野陣、そしてバッターボックスのバッターも下げて、今両軍ベンチに下がっていきます。今状況を審判団が判断しています。雨が強くなってきたということで一回試合を止めます。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。3番バッターアルモンテ、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。この回の坂田3球でアウト、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対2、タイガースがリードしています。赤星さん、現在リードこそしていますが、どちらに流れがいくか判断が難しいですよね。そうですね、ここまでの展開を見るとこの後の予想は難しいですよね。はい、打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番田代、先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。まあ打点がついたのは良かったですよね。今度はいいバッティングを期待したいですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。初球ヒー、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー、バッターは梅宮。
そして一塁ランナーは俊足の田代。積極的に盗塁を狙ってほしいですね。ああ、やはりそうですか。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんです。3球目打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、6対2になりました。タイガース4点リードとなりました。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。そうですね、これはバッターも見逃さないですよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。さあ、そしてバッターボックスには岡田入ります。さあ、追加点のチャンスです。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから。打ちました。この当たりはどうか。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。打順は4番ビシエド。さっきはインコースを打たれたんで、そこの攻め方に注目したいですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。なるほど、そうですか。三振になります。ワンアウトです。バッターボックス平田、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。坂田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。見逃し三振。バッターボックスには6番堂上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2、タイガースがリードしています。先発の坂田、バッターボックスに入ります。まあ当然なんですが、ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちで打席に立たないといけませんね。打ちました。高橋が抑えています。ワンアウト。打順はトップに帰ってフロマティ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。ショート取った。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには碇、そして塁上には俊足のフロマティ。どんどん走っていいと思いますね。本当にそうですよね。ここは外します。ツーボール。やはりランナーを警戒したでしょうか。一塁牽制、セーフ。打ちました。これはサードライナー。さあ、ツーアウトですが、追加点のランナーを置いています。バッターは山川、そして塁上には俊足のクロマティ。打ちました。高橋、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。里崎さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ今日は打線のつながりもいいですし、理想的な試合展開で。初球打ち、レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは8番大野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。空振り、あっという間にツーストライクです。アウトコース、ファウル。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ピッチャーに打順が回って、先発の柳がバッターボックスです。まあピッチャーの打席なんで、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。2球目は何で来るか。打ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2、タイガースがリードしています。赤星さん、
ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ今日は打線の流れが非常にいいですよね。うまく機能していると。打ちました。強打アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは5番田代。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが振れてるようですからどんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、打ちました。これはどうか、センターに抜けました。アンソニー、ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。打席には7番バッター梅宮。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁へ送球する。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。8番バッター岡田、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。バッターの岡田、今シーズン得点圏での打率は4割4分1厘となっています。いや引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。アルモンテが掴んで3アウトです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のランナーを置いて4番バッタービシエド、追い込まれてからのタイムリー。タイガース先制点を奪われます。さらに続きます。ワンアウト2、3塁のピンチ、5番平田、きっちり犠牲フライ。タイガース1点を追加されます。しかしタイガースすぐさま反撃。ノーアウト1塁2塁で迎えるは3番山川、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を返します。チャンスの場面、しかしここは内野ゴロ、勝ち越しのチャンスを逃します。2回の裏、ツーアウト2塁3塁のチャンス、2番碇、その初球でした。タイガースこの一発で勝ち越します。3回の裏、ツーアウト1塁の場面、7番バッター梅宮、右中間へのタイムリーヒット。タイガース1点を追加します。4回の表、三者連続三振、次々と三振に切って取ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。空振り、ノーボールツーストライクです。引っ張った、セカンドが前に来る。梅宮アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番高橋。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。打ちました、高く上がった、ライトオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。これが1球目、まずは簡単にストライクが来ました。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、ホームに送球する。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー三塁一塁。ファウルになります。バッターボックスのビシエド、今シーズンの得点圏打率は3割ちょうどとなっています。さあ3球目は何か、空振り、ここはランナーを変えさせません。2アウトになりました。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。
ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには5番の平田が入っています。このピンチは空振り三振。三振を奪ってピンチを脱しました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対2タイガースがリードしています。6回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号25佐藤が2番手としてコールされています。先発の坂田打席に入ります。まあやはり好投しているんでもう少し引っ張りますよね。そうですね。打ちました。セカンドが取る。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか？このプレーは大きいですよね。狙っていって空振りです。これが2球目。落ちるボール空振り。ノーボール2ストライク。打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには碇、そして一塁ランナーは俊足のクロマティ。おそらく走ってくるでしょうね。初球打ち。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは3番山川。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガースリードを広げるチャンスです。打った。高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。低めでしたが打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース9対2らしいホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この追加点は相手にダメージを与えたことでしょう。バッターボックスは4番松崎。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで4連打。ワンアウトランナー1塁です。打席には5番バッター田代。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。6番バッターアンソニー。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。2球目打ちました。高く上がった。これはどうか。満々の中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。打順は7番梅宮。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさま打ちました。取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスは8番岡田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。11対2になりました。タイガースなおも3塁1塁のチャンスです。さあ打席には先発の坂田入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3ランホームランで追加点を挙げています。6回終了11対2。タイガースのリード広がっています。里崎さん、このまま行きますとベンチは完投させますかね。まあそうですね、点差が点差ですからね。これはもうできれば一人で完投してもらいたいですよね。そうですよね。
実際に完投することができるのか。打った、取りました、一塁アウト。バッターボックスには7番京田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。内野を抜けていきます。京田、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。初球空振りです。さあ2球目は何か、打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、これで3試合連続安打。ワンアウト。バッターボックスには代打の福田。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね、さあここをしのいでいけるかどうか。これが初球、まず変化球決まってワンストライク、引っ張った、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、1点返しました。ドラゴンズ、目の覚めるようなタイムリーヒット、11対3、タイガース、ただまだ大きく点差は離れています。打順は1番に帰ります、バッター大島。まあタイガースバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。さあサードランナーはどうする、サードランナースタートを切る、一塁転送はアウト、ダブルプレー。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。11対3、ドラゴンズが得点を入れています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16又吉がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。これは一塁側のスタンドに入ります。よく見極めましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。この打球はこれはスタンドへ入りそうです。切りました、ファウルボールです。ここはもうストライクは全部打っていかないといけませんね。なるほど、打ち上げました、これは大きい、伸びていく、しかしこれは追いつくか。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックス以下に、前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません、ボールになります。次が3球目、アウトコース外れます。低めのボール入りました、2ボール2ストライクです。バットに当たりません、三振、2アウトになっています。バッターボックス山川、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、一二塁間、ビシエド掴んでスリーアウトチェンジ。8回の表、追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は2番高橋。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたい。抜けていきます、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番アルモンテ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、打球はライトへ、ここは打ち上げています、ライトが取りました。バッターボックスには4番ビシエド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね、ワンアウトになっています。3球目は何で来るか、インサイド落ちました、これはどうか、取った、セカンド送球、セカンドホースアウト。
打順は5番平田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。インサイド落ちました。平田、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー二塁一塁、ファウルになります。次が2球目、インコースファウル、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、バックホームする、どの上、これが今日の初ヒット、ツーアウト満塁です。さあ初球は何か、まずはストライク、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、1点返しました。ドラゴンズライト前のタイム、バッターボックス大野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズこの回7人目のバッターになります。ストレート打っていった、落ちた、ヒットになる、ホームへ、サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ1点返しました。バッターボックスには代打の清水、里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね、さあここをしのいでいけるかどうか。2球目は何で来るか、大きく外れてボールになります。インコース低めの球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外の球打った、高いバウンドになった、サードが抑えた、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。11対5、ドラゴンズが得点しました。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。木下がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは木下、今シーズン23試合目の登板です。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには5番田代、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました、強打、アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番アンソニー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。2球目打ちました、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ついに最終回を迎えました。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。大島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね、タイガース大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ里崎さん、リードを守るべくインサイド落ちました、ファーストの横抜けました、ライトの前、あっという間にライトへ、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースでした、まずは見送ります。バットを出しません、すぐに追い込みました。ジャストミート、難しいバウンド、セカンドうまく取って、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。打順は3番アルモンテ、ちょっと粘られてますけど、しっかり締めて終わりたいですよね。インサイド打った、高いバウンド、ファーストが抑えた、そのまま入って一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。4番バッタービシエド、ちょっと最後にチャンスを作られましたけど、しっかり締めて終わりたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。あっという間にツーストライクです。変化球打った、高いバウンドになった、アウト、これでスリーアウト、最終回無失点で試合終了です。タイガースが見事勝利を収めました。やはり勢いで相手チームを上回る非常に強い戦いぶりでした。お互いにいい状態だっただけに、この勝利は大きいのではないでしょうか。
勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。